まだレナ人がダナ人から出たという話のことを考えているのですか。私個人のことではないがね。レナ人全体の行く末の方ですね。元が同じだからといってダナ人がレナ人を恨まない理由にはなるまい。それでも向き合うつもりなのですね。死者ではなく聖者のために生きると大見え切ってしまった以上はな。隠居する日を夢見ながらせいぜい励むつもりだ。期待しています。そういう君からはレナ人を非難する言葉をついぞ聞いた覚えがなかったな。昔のこと今でも思い出したくない記憶はたくさんあります。レナ人というだけで憎んだこともありました。考えを変える最初のきっかけをくれたのはあなたですよ、ティオハリム。あなたの改革のおかげで初めてレナ人と奴隷としてではなく同僚として接する機会ができました。もちろん蔑みを隠そうともしないレナ人もいました。でもそういう人ばかりではないと知ることができたんです。それが始まりです。レナ人は人でした。良くも悪くもダナ人と同じです。人と人か。それが君の土台なのだな。はい。目の前の相手となら話し合います。そこから分かり合える可能性も出てきます。それをダナとかレナとか言い出した途端一人一人の顔が見えなくなるんです。言いたいことは分かる。だがレナにせよダナにせよその数はあまりに多い。その全てと友人になるのは現実的ではないのではないか。ある人と折り合えなくともその友人となら折り合えるかもしれません。そういう仕組みができるならそれは守るに値するものだと思います。支配による上下の関係でなく絆による横の関係か。それがこの戦いの先に君が見る明日の理想郷の姿なのだな。はい。兄への手向けにはなるでしょう。ですがあくまで明日生きる人のためです。あなたはレネギスに戻るのですか。どうやらレネギス自体にとどまり続けるのは難しそうだね。まずは住むところ探しから始めることになりそうだ。メナンシアのことを忘れていますよ。心に留めておこう。人手が足りないときは呼んでください。いつでもお手伝いします。キュオ、君は、いや、ありがとう、キサラ。よければこれからもよろしく頼む。私たちが同じ種族だったという話も結局のところ私たちの間にある壁を一つ壊すことになるだけだと思いませんか。その発想はなかった。だが悪くない考え方だ。え？悪くありません。